どうした遅かったな。待ちくたびれたぞ。やあレッド、元気そうで何よりだよ。先生のおかげでな。だけどこのありさまだがな。なるほどね、先生か。今日は一緒じゃないんだね。相変わらずどこにいるのかはわからんな。案外近くにいるんじゃないか。そっか、じゃあ気をつけないとね。さて、長話してる場合じゃなかったな。そろそろ始めるとするか。
とも行こう。早く、まだ間に合う。よせ、急がないと俺たちも埋まってしまうぞ。アクセル、そいつの言う通りだ。先に行って待ってる。いつでも来な。慌てなくてもいい。Yeah!
Yeah!
Ha ha!
出てきなよ。いるのは分かってるんだよ、先生。ご苦労だったが、揃ってここまで来てくれるとは、こちらから出向く手間が省けた。役立たずどもは全てやられたようだな。やはりお前だったのか。懲りない奴だな。どんなに細かく切り刻んでもまた出てきやがる。なんとでもいい。 X0 貴様らの命をわしのものにするまで何度でも何度でも何度でも蘇ってやる。ああ、いつものように熱い戦いを期待しているよ。行くぞ。No!
ゼロ X。 いいぞレッド。よし、お前の力をよこせ。奴らに復讐か。これならどうかな。起きろ、アクセル。大丈夫か。うまくいったでしょ、X。少しは僕のこと認めてくれた。よし、脱出だ。待ってよ。先週、エネルギー生成工場で作業レプリロイドのイレギュラー化による暴動事件が発生。そこにアクセルが現れ、これを鎮圧。イレギュラーはその場で跡形もなく消されたわ。次は3日前に不当で発生したメカニロイドの暴走事故。この時には船のハッチを塞いだメカニロイドを破壊し、脱出路を確保。ただその破壊の巻き添えで乗組員16名が負傷しているの。他大小含めて14件のイレギュラーによる事件事故の現場に現れているわ。問題はあるにせよ、アクセルによってここ数日の間に随分と事件が解決されていることになるな。X、これでもまだ彼をハンターとして認めてやるわけにはいかないのか。ダメだ。わからないのか。こんなやり方を認めるわけにはいかない。何を言っている。
理想だけでは何も始まらない。お前がやらない以上、誰かが代わりにならなくてはならない。いっそ彼が一人前のハンターとなるよう教育してみてはどうだ。そんな、俺のようなハンターを育てるなんて無理だ。考えておくんだな。この先お前の考えているような戦わずに済むような状況はますます少なくなるだろう。そして何より、イレギュラーがなくなることもないだろう。そんな、僕あんなに頑張ったじゃない。いいか、ハンターの仕事は目の前にいる敵をただ倒せばいいというものじゃないんだ。今のお前はまだそれが分かってない。だから認めるわけにはいかない。何がダメなのか全然分からないよ。悪いことした奴を倒す、当たり前のことじゃないか。それでは本当の平和は訪れない。新たな憎しみを増やしてしまうだけなんだ。でも X だってこれまでやってきたことじゃないか。それが間違いだと気づいたんだ。確かに時間はかかったが、俺は西地区で事件発生よ。任せて、僕が行くよ。 X、 今度こそ認めてもらうからね。ちょっと待てアクセル。今は彼のやりたいようにやらせてあげればいいんじゃないの。ダメだ、このままじゃあいつも俺たちと同じ道をたどることになってしまう。 X、 ここはどこだ。あれは、イレギュラーを排除せよ。イレギュラーを排除せよ。どうされせよ。しかしょ、ポイント F5113 で発見。至急そちらに向かってほしいの。聞こえているよエイリア。どうやら少し眠っていたようだ。了解、すぐ出る。しかし本当に夢だったんだろう。